ビクトル・コチュベー、ビクトル・パブロビチ・コチュベーは、帝政ロシアの貴族、政治家。イヴァン・マゼーパとの対立で有名なウクライナの貴族であったバスイーリ・コチュベーは、祖祖父にあたる。参事官として、ロンドンとパリの在外交館勤務を経て、在オスマン帝国講師となった。1798年に、外交官養成大学の学長となり、翌年、伯爵位を助赦されるが、 皇帝パーベル一世によって追放される。1801年にパーベルが暗殺され、アレクサンドル一世が即位すると、知性当初、皇帝の若き友人の一人として、改革を期とし皇帝の非公式な諮問機関である秘密委員会に参加した。1801年から1802年まで外務大臣、1802年に内務大臣に転じ、こちら米は、 ミハイル・スペランスキーを徴用して、一時自身の代理を務めさせた。スペランスキーは1809年に国家改造案を提出するなど、皇帝の側近として大胆な改革を推し進めようとした。コチュベイは1812年に一時、職を離れるが、1819年に再び内省となり、1825年まで務めた。 1825年のアレクサンドル一世死去後、新皇帝ニコライ一世の下で、1827年、国家評議会議長、大臣委員会議長となり、1834年には公爵を与えられ、帝国最相となった。ありがとうございます。